様、武蔵様。お主何を見ていた。俺の姿がそんなに面白いか。それとも目倉の娘が珍しいのか。いえ、私は何も。まさか見ていなかったとは言うまい。見失も目の見えない者の苦しみを知れ。武蔵様、どこへ行かれたのです。まるで鳥のようなお方。そう、雛鳥が巣から落ちて泣いていたので巣まで戻してやったまで。百合殿を一人にしたことを許され。まあ、お優しい方ね、武蔵様って。ライオン飛行切り隊、怪人飛び武蔵。怪人ダガツが残したゴースン島への道しるべ。三人は手がかりを求めて旅を続けていた。あれが三角山だ。沙織、小助、気をつけるんだ。ぬば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 ほー。ドクロ仮面、ニック騎士シマルたちがお前の砦に近づいている。飛び武蔵と力を合わせてシシマルを倒すのだ。飛び武蔵、何を考えてるかわからんやつ。武蔵様、お手を。これに。武蔵様はいつも。百合殿、許され。子供の時から剣一筋の修行したので、拙者の手はまるで松の小枝のようにささぐれている。そんな手が何で百合殿のような美しい手に触れようか。美しいだなんてすぐおからかいになる。からかってなどおりません。まこと、百合殿は美しい。まあ、百合殿、今少しお待ちください。南蛮の医術をもってすれば必ずあなたの目は治る。きっと南蛮へ行って治しましょう。そうなったら夢のよう。武蔵様、何か。いや、砦の者は拙者を呼びに参ったのです。何やら急な仕事の様子。百合殿、また明日お会いしましょう。ごめん。目が欲しい。司祭は聞いた。この飛び武蔵、世話になっている霊に必ず獅子丸を斬る。我らも奴の背後から。助太刀無用。俺は他人に助けられるのが嫌いだ。生意気なことを言いよって。現れたらドクロにいたのも。ドクロにいたのも。俺の名は飛び武蔵。獅子丸、若いのに腕が立つと聞いたが、いくつになる。何を言ってやがる。様なんかに答える必要はない。元気の良い子供だ。だが女子供に用はない。行くぞ獅子丸。まるで鳥だ。
さすがにやるな。できる。恐ろしい剣だ。お兄ちゃん。愚か者。しまる。ドクロ忍者どもの卑怯な振る舞いは許せ。早くその子供の手当てをするがよい。この勝負いずれつけようぞ。コスケちゃん、しっかりして。なんだ、カッコつけやがって。コスケさん、ひどくお痛みですか？全然。あんたで。まあ、大げさね。おかげさまで。お一人でお暮らしのようですが、いろいろと大変でしょう。目が見えなくなったのは三つの時ですから、大抵のことにはなれました。それに、武蔵様がお助けくださいますから。武蔵？砦にいるお侍様で、心の優しいお方です。いかん。ユリ殿の小屋を攻めるのは絶対にいかん。そんな無法は俺が許さん。ではどうする？俺が決闘を申し込む。奴は必ず来るはず。シマル殿、心あるならばユリ殿には何も話すことなく拙者と立ち会われたし、鈴木ヶ原にて待つ。飛び武蔵。シマルさん、行くの？行かねばなるまい。シマルさん、お出かけ？ええ、そこまで。倒すには飛行斬りしかない。なかなかやるな、ライオン丸。右手だけであの手首の返し、恐るべき力だ。奴を倒すにはもっと深くつば元に入ることだ。それも素早く。
も素早く。もっと深く。ライオン丸との勝負は引き分けだと。だが飛び武蔵の胸の内は屈辱の念で煮えたぎっていた。そしてその思いは獅子丸も同じであった。問題は速度だ。しかし奴の剣に鋭さが加わった。奴よりも早く動くにはどうすればいい？飛行切りを破る手は必ずあるはず、武蔵様。武蔵様どうかなさいました？いや、何かいつもと違ってお元気がないのでは。別に。さあ峠まで行くとしようか。飛び武蔵は娘に会いに行っただと。バカなやつめ。もうやつに任せておくわけにはいかん。ドクロ忍者よ、めくらの娘をひっ捕らえてこい。必ず奴を戦わせてみせる。行け。嫌です。どうしました？武蔵様は何か別のことを考えてられるんですもの。そんなことはない。じゃあお手を。お手よ。いや、ユリ殿、驚かれたか私の手を握って。いいえ、ユリは嬉しいんです。嬉しい？はい、お話のようにまるで松の木のようなお手。ユリは今まで武蔵様はからかっておいでになるのかと疑っておりました。だからどうしてもお手に触りたかったんです。ごめんなさい。そうだ、ユリ殿、許され。ユリ殿がおっしゃった通り、今日の武蔵はどうかしております。ある男のために。その男をどうしても倒さなければならない。その手立てを今のユリ殿の動きから知りました。少しでも早く自分の手にしたい。今日はこれにて許され。武蔵様、ある男とは？その名はたとえ百合殿でも申し上げるわけにはいきません。ごめん。もしや獅子丸さんでは？武蔵様、百合さん、シマル兄ちゃん、頭でもおかしくなっちゃったみたい。シマルさん、ユリさんがどこに？ユリちゃんが。スケ、船。うん。
公儀に敗れたり。飛び武蔵、お前の大切な娘は俺が預かった。心配することなくライオン丸と戦ってほしい。なんと頼殿。いかにも。もしライオン丸を倒せば娘を連れて南蛮へ行けるように計ろうとの豪寸様のお約束だ。だが戦いに敗れれば娘の命はない。頼むぞ。一生な。武蔵様。俺は表から攻める。沙織は裏へ回って由比さんを助けるんだ。ええ、志丸さん気をつけて。やれ。盾よ、光よ、か、忍法、支援が。ライオン丸、本番。飛び武蔵、何をしておる。お主、俺を裏切った。お主たちでライオン丸に勝てると思うか、愚か者め。なんと。ユリ殿は無事か。どこにいる。心配するな飛び武蔵、ユリ殿は沙織を助けに行った。えい、そうか。それじゃこの男に用はない。三度目の勝負だ。行くぞライオン丸。望むところだ。来い。えい。はあ。やつは飛び上がろう。やつの技は素早くなっている。下手に飛び上がったら負けてしまう。やつを空へ追い込んだぞ。おお、ライオン飛行機。飛び武蔵。武蔵様。ユリ殿。武蔵様。武蔵様。ユリさん。武蔵様。
私たちの力ではユリさんの目を治すことはできないんです。本当にごめんなさいね、力になれなくって。いいえ、いいんです。元気を出してくれよ、ユリ姉ちゃん。大丈夫よ、コスケちゃん。私、目なんか見えなくったっていいんです。こうしてると武蔵様が毎日違った姿で私に会いに来てくれるんです。あなた方には悪いけど、私にはどうしても悪い方に思えないんです。では。金匙の太刀は折れた。果たして忍法四肢変化はできるのであろうか。しかし彼らは進まねばならない。飛び武蔵の残した第二の地図を手がかりにして。瀬の太刀は折れた。大魔王ゴーソンを目前に捕らえながら、獅子丸たち三人の前途は暗かった。さらに強敵影狩り怪人もスカイガーの追跡だが、倒された獅子丸を助けるこの老人は一体何者。折れた金匙の太刀をめぐって地獄ヶ原に繰り広げられる壮絶な戦い。耐えろ獅子丸、負けるな獅子丸、大魔王ゴーソンは近い。